ジャスティス・ローガン・モリソンは、アメリカ合衆国ミズーリー州カンザスシティ出身の、プロ野球選手。左投げ左だ。現在はシ、ンシナティレッツ所属。愛称はロモ。2005年の MLB ドラフト22巡目で、フロリダ・マーリンズから指名を受ける。ドラフトフォロー方式により、メイプルウッズ・コミュニティ・カレッジで1年間プレーした後、 2006年5月29日に22万5000ドルの契約金で入団した。2009年の開幕前にはベースボールアメリカ史でキャメロン・メイビン、マイク・スタントンに次ぐチーム内3位、マイナー全体では18位の有望株に選ばれた。2010年7月27日のサンフランシスコジャイアンツ戦でメジャーデビュー。この年は62試合の出場で打率。 283、28日本類だ、18打点、オプス、837だった。2011年は、開幕から左翼種のレギュラーとして起用される。4月19日に左足を痛めて故障者リストに入ったが、5月13日には復帰。5月終了時点の成績は打率。二十七本塁打オプス、百八十と好調だったが、六月以降は、 打率が下降の位置をたどった。8月13日にトリプル A 級ニューオーリンズゼファーズへ降格となる。この降格の背後には、モリソンのツイッターでの発言内容やファン、感謝イベントの無断欠席を問題視した首脳陣との不和があったとされる。結局、最短の10日間でメジャーに復帰。最終的な成績は125試合の出場で打率。 247.23本類が72打点、オプス797だった。本類だはスタントンに次いでチーム2位だった。広角騒動の後にはトレードが噂されるようになったが、11月8日にある球団幹部の話として、モリソンの放出は認めないとするマーリンズの方針が確認された。2012年はオフに手術を受けた膝の影響で、 嘆き不振が続き、7月末に故障者リストに入って、そのままシーズンを終えることになった。2013年12月13日に、カーターキャップスとのトレードでシアトルマリナーズへ移籍した。2014年2月4日に、マリナーズと175万ドルの1年契約に合意した。同年は4月に故障者リスト入り、6月頃までは不審だったが、 後半戦で調子を上げて勝負強さを評価された。打撃面では、いずれも事故にいない死に痛いの打率26、262.11本類が38打点という成績を記録した。守備では主に一塁種で起用され、79試合で、守備率、996DRS0 と安定した守備を披露した。2015年は、 フルタイムで一塁のレギュラーとして起用され、実に4年ぶりに規定打席に達したが、打率、225と不振だった。一方でパワーは健在で、17本塁打を放ったほか、走塁面でも成長ぶりを見せて、自己最多の8盗塁を決めた。守備では140試合で守りにつき、守備率は前年と同等の、996だったが、DRS はマイナス7まで、 大幅に低下した。2015年11月5日に、ネイサン・カンズ、CJ ・リーフェンハウザー、ブーグ・パウエルとのトレードで、ブラッド・ミラー、ダニー・ファーカーと共にタンパベイ・レーズへ移籍した。2016年は、一類種のレギュラー格で起用された。107試合に出場し、バッティング面では打率。238.14本類が、43打点。 4投類という成績を残した。1類の守備は83試合で守りについて4、失策、守備率 993DRS-4 という内容だった。また17試合では指名打者としても起用された。オフの11月3日に FA となった。2017年2月7日にレイズと1年250万ドルで再契約を結んだ。 この年は打率こそ246であったが自己最高の38本塁打を記録。オフの11月2日に FA となった。2018年2月25日にミネソタツインズと単年600万ドルで契約を結んだ。この年は95試合に出場して打率。186、15本塁打、39打減、1盗塁を記録した。 オフの10月29日に FA となった。2019年4月22日にニューヨークヤンキースとマイナー契約を結んだ。参加のトリプル A 級スクラントンウィルクスバリレールライダースでプレーしていたが7月2日に自ら選んで契約を途中で放棄するオプトアウトを行使した。2019年7月13日にフィラデルフィアフィリーズとマイナー契約を結んだ。 参加のトリプル a 級リーハイバレーアイアンピックスに配属された後、8月14日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。オフに FA となった。2020年1月9日にミルウォーキーブルワーズとマイナー契約を結んでスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。7月21日にメジャー契約を結んで40人枠入りした。 8月10日に DF となり14日に FA となった。2021年6月11日シンシナティレッツとマイナー契約したと MLB トレードルモアズが発表した。本職は一類一種だが、マーリンズでは一類にギャビー・サンチェスが在籍していた頃は左翼種として起用されることが多かった。左翼の守備力は低く2012年までの3年間で 守備防御点は通算マイナス三十六、ザーは通算マイナス二十五点七という数値が残っている。ツイッターを熱心に利用しており、その発言が奔放なことでも知られる。一方で、事前活動に熱心という側面もある。カンザスシティの出身であることから、二千十七年のオフに FA になった時にはロイヤルズへの入団を望んでいたというが、最終的には、 ツインズと契約することになった。ありがとうございます。